寄せ芸人伝は、古谷光都氏による日本の漫画、漫画雑誌ビッグコミックにおいて、1978年から1989年まで連載された、全153話。明治、大正、昭和の各時代を舞台とし、各話ごとに架空の落語家、もしくは落語の関係者を主人公として主に寄せにまつわる人々のエピソードを描く。 基本的に1話完結のオムニバス形式であり、全話に共通した主要登場人物や物語は存在しない。古谷の代表作の一つであり、ダメ親父と共に、古谷が漫画家として人気を博すきっかけとなった作品の一つである。著者名義は、古谷と古谷が、賀谷刑事と共に設立した漫画制作プロダクションファミリー企画との連名による、古谷三俊ファミリー企画。 脚本協力は、漫画原作者の安倍善太。オムニバス作品のため、例として第一話、写実の左楽のみ紹介する。明治末期。落語家の三代目重艇左楽は、人情話で人気を博している。左楽が寄せで、ある下男があるものに脅され、世話になった主人を槍で突こうとする場面を演じると、客席から、文子の高の酔い桜が、まずい。と一括する。 左楽が理由を問うと、高野は、レアリスム、すなわち写実が欠けているという。左楽は、決して殺したくはない相手を、命よしさに殺さなければならない心理を知るため、お前を殺さなければ、落語家としての俺が死んでしまうと、泣きながら、自宅の愛犬を殺す。左楽が講座で号泣しながら、下男の槍を演じると、客席は拍手で満ち、高野も称賛する。これを機に、 左学は落語における写実を極めてゆく。やがて大正期の初めての冬。左学は豪雪の甲州で山に登り、行き倒れになる。命拾いして病院に担ぎ込まれた左学は、梶じかを完成させたかったと語る。その年の夏、猛暑のあまり、寄席の客たちが服を緩めて、内輪で仰いでいる中で、左学は梶じかを始める。 演目、梶川は、豪雪の時期の設定であり、仲間の落語家たちは、客たちには受けないのではと危惧する。しかし、白身に迫る左落の演技は、あたかも背後に、猛吹雪が吹き荒れるようである。客たちは、うちわの手を止め、緩んだ服を直し、ついには身震いし始める。左楽は、写実の左落の異名を持つに至る。大正時代の浅草の寄席時代設定は、 明治から昭和中期にかけての様々な時代である。特に町のあちこちの寄せが庶民の娯楽の場として多くの客たちに人気を博していた頃、まだ町に遊郭も人情も残されていた頃が舞台となっている。格話ごとの主人公の落語家も、名人、若手の真打ち、駆け出しの前座、芸の上達に苦悩する者、慢心する者、七十歳以上の高齢で入門する。 前座といったように、様々な地位や、年齢の者のが登場する。落語家のみならず、迷落語家の人力者を引く、社府、落語の道を断念して、別の職に就く者、下座の太鼓や笛の名人、ベテランながら一線を退いて、後進の育成に生きがいを見出す者もいる。芸に身を滅ぼす者、失敗を成長の糧とする者、既存の伝統から脱却して、 新しい落語を確立しようとするものなど様々だが、落語を愛し、寄せを愛し、自分の仕事に誇りを持っているという点は共通している。師匠と弟子、落語家と妻、落語家同士、演者と観客など、寄せとそれを取り巻く人間模様を描いた作品であり、それぞれの芸人が持つ絵がたい個性を一話一人ずつ描き分けることで、独特の世界が作り上げられている。 古典落語は流れから結末まで既でに決まっており、聞く側も大抵それを知っているはずなのに、決まりきった方の話を聞いてなぜ面白く感じるのか、落語が楽しませる相手は批評家や文人か、それとも大衆か、話の中で複数人の役を演じるとき、多くの落語家はなぜ声色を変えないかといった、落語における基本的な問題も漫画の中に込められている。物語は、 基本的にシリアスであるが、ところどころに、ふと心を和ませるようなユーモアが散見される。古谷は、本作以前に、ダメ親父のようなギャグ漫画で人気を博したが、ギャグを描くための綿密な計算が、こうしたシリアスな漫画の描写に生かされているとの意見も、ある。多くの登場人物の描写は、古谷光都氏が指示した、赤塚藤尾譲りの、デフォルメされた愛嬌のある三頭身であり、 小回りとともに基本的かつシンプルな絵柄として描かれている。前編を通じた柔らかで炭性な描線は古谷の漫画独自のものである。登場人物が激動の時代にもて遊ばれたり、人々の残酷な心に蹂躙されるような話も見受けられるが、そうした悲惨な境遇や生涯もユーモラスな雰囲気の絵により救いと奥行きがもたらされている。画風や 作中に様々なうんちくが登場するなどの点は、ダメ親人の後期展開や、古谷が後に描く、バーレモンハートにも通じている。五代目古今定新章。貧乏時代、酒好きな性格、満州異門の経験が、それぞれ本作の第9話、第25話、第58話のモデルになっている。登場人物は架空の人物であるが、 実在の落語からのエピソードがモデルとなっている。例として、単行本が一巻収録の第2には、女好きの小三太は、女好きの落語家が、角の遊郭が良いがたたって、梅毒で足腰の自由を失い、妻に背負われて、楽屋入りして、講座を務めるという物語であり、同様の経緯を辿る初代柳屋商船がモデルと見られている。また、第一巻収録の、 第9話、貧乏昌園太子や、第2巻収録の第27話、開日の月の助に登場する貧乏な落語家は、五代目古根帝、新章の貧乏時代がモデルであり、第2巻収録の第25話、一都主正太郎での酒好きの落語家は、その新章の酒好きな性格がモデル、第5巻収録の第58話、傍険に第3章や活動で描かれる。 第二次世界大戦中の朝鮮や満州の落語家の異文は新章の満州異文がモデルといったように実在の一人の落語家が複数の話のモデルとなっているケースもある。第十一巻収録の第百四十三は犬の目三遊亭窓か例で題材として取り上げられている老いた落語家の白内章と角膜一色は朝鮮のわずらった白内章と 林や彦六の死後の角膜提供、同館の第百四十九は、始末の極意、柳屋吉兵衛の主人公である倹約家の落語家は、同様に倹約で知られた、彦六ろく野球代目、かつ文治と、複数の落語家のエピソードが統合されているものもある。古谷光都氏自身の弁によれば、古谷は、子供の頃から落語を好み、戦術の古今帝新章や、三遊帝炎章。 三遊亭金馬といった落語たちを特に好んで聞いていた。そうした名人の落語家たちの芸と人生を描いた作品が本作とされる。古谷が実際に落語家たちに取材したところ、そんな綺麗な世界ではないと言われ、人気を得られずに自殺した落語家の話なども聞かされたものの、古谷は暗く悲惨な雰囲気の作品を描くことは好まなかった。そこで、 必ずしも現実に即したリアルなものでなくとも自身の頭の中にある芸人の世界を温かい目線で一種のファンタジーとして本作を描いたという情けない中年男性を主人公としたダメ親父、バーを舞台としたバーレモンハートと同様それ以前に他の漫画家たちが描いたことのない分野への挑戦として制作された作品でもある 本作は、医学者の小形悦郎、教育学者の斉藤隆エッセイストタレントの糸井重里、漫画評論家の石川淳、神谷高幸、中野春幸、俳人、文芸評論家の斉藤真南寺、呪術家の伊藤海一、落語家の立川を治む、ノンフィクション作家の矢島博士紀彦、文筆家の和田直央らにより、高い評価を受けている。神谷高幸は、 落語の演目に絡めながら、落語の世界の雰囲気を伝える様を評価しており、落語漫画の頂点、新作の落語漫画は本作を超えられるかどうかを、バロメータとしていると言っても、過言ではない。寄せや、落語家を扱った漫画の中でも、本作の右に出るものはないと絶賛している。尾形越郎も、ノーベル文学賞に値するとして、石川淳も、古谷光都の漫画の中で、 自身が最も好きな漫画として称賛している。また神谷は本作をシンプルな構成のために再読性が高く、誰でもいつでも何度でも繰り返し読める漫画として評価している。神谷はそのように自分にとって再読性の高い本を夜中にインスタントラーメンとインスタントコーヒーをすすりながら読む定番の本と例えて星新一初期のこちら 葛飾区亀有公園前発出書1.2のアッホ。そして本作を挙げており、神谷自身も高校時代から何度読んだかを数えきれないという。中野春雪も連載終了から20年以上を経ても古さを感じることなく読むことができ、落語に詳しくなくても十分に楽しむことができる漫画と評している。また、労働の意味、生きがいとは何かを描き出したという点で、 落語や寄せを題材にした漫画の中でも本作を独特な存在と語っている。斉藤隆は作中の緩やかで温かみのある雰囲気、非常に細やかな感情表現を評価しており、気持ちや表情がしっかり伝わる。情がある世界で、その感情というものが確実に現れている。アメリカンドリームのように、成功と失敗、勝負という概念とは違い、静かに、 真面目に生きて、最後にはその人なりの芸を見つけることといった、日本の伝統的な精神を表現しているとも、語っている。石川淳は、本作の登場人物が丁寧に描写されており、それでいて、描写は余計なものが配されており、過剰な背景の心理描写がないことを、名人の演じる落語を見るようと例えている。伊藤石毛里からは、 画風が、比較的穏やかで温かみがあり、軽妙な笑い話にふさわしいとの手にや、明治、大正、昭和それぞれの世相が反映され、芸人世界の様々な不調が登場する点、時には浮世の常年まで現れる点が評価されている。斉藤新南寺は、ダメ親父や、原点パパなどと共に、古屋のライフワークたる作品と語っている。矢島ゆうきや和田直久は、 随所に実在の落語家の要素が巧みに盛り込まれており、思わず引き込まれてしまうと語っている。また前述の通り、古谷が必ずしも現実に即したエピソードでなく、自身の頭の中にある落語家たちの姿を描いたことから、矢島らは落語家とその芸に対する古谷の愛情と教習が色濃く滲んでおり、読後には人情話を聞いた後のような、 心地良さが残るとも評価している。登場する落語家や芸人はすべて架空の人物だが、その落語家が実在するのではないかと思わせるほどとの意見もある。神谷によれば、これは現実感や完成度の高さ、伝記物語として完成度の高さによるものといい、実際にこれは実話なのか、との声が多いという。本作を読んだことで、 落語ファンになったという者も,も多い。十一代目、春風亭家枝も、大学を卒業後に上京して、本作を図書館で読んだことが、落語の世界に入門するきっかけだったという。林谷太平も、大学時代に落語に改眼した後、本作を読んで落語の魅力を再認識したという。寄せに行ったことがなくても、本作により寄せの知識を得た者も,もいる。 落語初心者にとっての入門書として本作を進める声、手軽な入門書として人気との声もある。2チャンネルの伝統芸能版でも最も評判が良い。1983年には日本漫画家協会による第2回漫画オスカー賞を受賞した。1986年には第32回文芸春秋漫画賞の候補となり、ほぼ満票で受賞に決まりかけたが、 同年度の受賞は該当なしに終わった。一方で落語家の立川段之助は自身の所属すると学会の研究発表イベントと学会例会レポートにおいて本作を実際の落語にはあり得ない設定が非常に多いと指摘している。例えば第一は写実の左落にしても落語家の小道具である扇スや手拭いの扱い、寄せ、講座、 楽屋の描写など1話だけで誤りだらけだという。これについて段之助は、古屋は実際には落語を聞いたことがなく、彼が若手落語家から聞いた話を、真偽不明のまま漫画化したものが本作であり、落語家は笑いを取るためなら多くの話を創作するため、結果的に本作が誤りの多い作品になったと述べている。ありがとうございます。